アンサンブルコンテスト。指揮者なし。5分以内の演奏。チーム編成は8人以下。北宇治高校吹奏楽部総勢65人。選ばれるのはたった1組。新任部長、初めての大仕事。特別編、響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト。代表をかけた校内オーディションが始まる。